お前がこっちだ。よろしくお願いします。それではお相手の方、初段の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。さあ、お、これは飛んでみたいで、で三三角とかやっていきますかね。あ、取ってきた。いやー強気、いやー強気。いやーこれまあそれはいいんですけど、あ、58やったか。2分30秒。ああそうですね、58でした。失敗。何その手。ギリギリ耐えてる。一応飛車取りにして2分。まあ、一応これで、まあ、馬はできるんですよね。なんとかこっちとしては4、6飛車と走らせたくないんで、これ取ると、角が来て、まあ、この角が来るのはあんまり怖くない。1分30秒。よいしょ。これは大丈夫ですね。取るしかない。取るしかなかったのか。こっちも飛車使えてないんで、まあ、こんな形で使っていくしかないですかね。1分。ちょっと時間がないか。もう一回飛車。お相手もしかしたら飛車取り受けないかもしれないですね。ああ、そっち受けてきた。こうしてここに桂馬打てるのはでっかい。まあ、こっちの飛車先も重くなるか。それは飛車どうでしょう。これで優勢になったっぽい、なったっぽいんですが、5五角っていう手があるか。いやー難しい。でこの後さっき、あー食いちぎってきた。
上がる？飛車、大丈夫か。大丈夫か。こっちやりたい手はたくさんあるんですが、まあ、いや下がる、いやこれなんかちょっと危ないな気もする。やりたい手はたくさんあるんですが、4四歩とか30秒取っといた方が良さそう。強者打ちがあるんで。これは怖いですよ。下がっとく。20秒。時間ない。まず強者打たれて。これで。あ、しまった。いやまずい。それはまず一回引こう。10秒。狭いか。あーしまった。まあでも相手もちょっと焦ってるか。これでほぼ積んでる。積んでますね。いや最後厳しい。え、あまりに厳しい戦いだったが、時間切れかと思ったらよく頑張ったな。多分これ積ましてなかったら負けたかもしれないですね。よかったです。ありがとうございました。お前がこっちだ。よろしくお願いします。それでは相手の方1級の方ですね。さあ鬼殺しやっていきましょう。鬼殺し、さあ、お、これは飛んでみる。歩ついてきたら、いや間に合わんか。これは三間飛車回って、あ、これで5五角の隙もできた。それは一回こうして、こうして、ん、こうして、桂頭の銀一回支える。あ、歩成りか。先戻りますか。いやこれは優勢でしょ、さすがに。見事な勝利じゃった。まあ、トロヤム出しかなと思います。しかし5五角が入ればほぼ勝ちだったんで。んなもんではないんじゃぞ。いや鬼殺しが気持ちよく決まりました。ありがとうございました。